近づけると、あ、よく光るね。離すとき、うん、近づけていくとというふうに、ね、LED が光って、まあ、電気が流れてると。でこっちのコイル同士が干渉し合って、まあ、電磁誘導だよね、で干渉し合って光るということが分かりますね、うん、紙を挟んでみて、紙で挟んでるけどもちゃんと電気流れてるよねっていうね、変わらず光る。そうそうそう、リモート充電の原理なんだけど、まあ、基本的にこの原理的にこれをこういうことを活用していると。ちょうどいい感じで重なるときによく光るよねって話でね。じゃあもう一回こう近づけて、そうだね、そうそうそう、ゆっくりゆっくり、そう近づけては離して、そう近づけては離して、で一応ね、その設計図的にはこれがコイルね、第一コイルね、コイル、はい、うん、一次コイルね、でこっちがトランジスタ、内部の LED で、こっちは外部回路、ね、うん、ということで、ここってことです、うん、ということで乾電池 1.5V でここでできますよっていうことですね、うん、はい、エナメル線のコイルと、はい、あとトランジスタを使った簡単な電子回路 ね、はい、でまずこれ乾電池なんだけど 1.5V なんだけど、うん、これちょっとつないでくれる、はい、つなぎます、うん、はい、で LED 光ったよね、うん、だってこれ通常だとここ3ボルトないと光らない。そうね、トランジスタを使って、まあ、小圧回路っていうんだけど、うん、その電圧をこう高めることができるということね。でこれでエナメル製でコイル作ってんだけど、こっちにもう一つの、はい、まあ、スタンドアローンの、はいはい、コイルがあるんだけども、これをこちらのコイルにちょっと近づけてって、こっちにね、もちろん LED つながってるんだけど、ここ別にこう電気回路の方につながってるわけじゃないんだよね。そう、別の回路として。そうそう、これ近づけていくと、というふうに、ね、LED が光って、まあ電気が流れてると。で、こっちのコイル同士が干渉し合って、まあ電磁誘導だよね。で、干渉し合って光るということがわかりますね、うん。ね。で、この間に、これ接触でね、流れてんじゃないかって言われそうなので、うん、ちょっと紙を挟んでみて、じゃあ高速でね、この状態で近づけても、ね、紙で挟んでるけどもちゃんと電気流れてるよねっていうね、変わらず光る。そうそうそう、でいわゆるね、最近のリモート充電の原理なんだけど、うん、まあ、基本的にこの原理的にこれをこういうことを活用してると。で紙取ってくれる、もう一回、はい、うん、重なると、やっぱ重なりがね、ちゃんと重なるとやっぱりよく光るよね。じゃあさ、そのコイルの向きを180度ひっくり返してくれる、はい、あ、これはですね、そう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 、ひっくり返すとどうなるかなって。これ巻く方向の関係でこうひっくり返しちゃうと、今こうやって逆向きの状態になったけど、そう、ね、そう、これ近づけても、はい、まあ光んないよね、まあ、深くこう突っ込むとね、深くするとちょっと光る時あるんだけど、逆にこの反対側からこう近づけると、あ、じゃあこっちから、じゃあそう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 、光ってる、近づけると光る、はい、ということでね。